衣服に火がついた時、立ったままだと情報へ炎が拡大し、口から高温のガスや煙を吸い、軌道熱傷を負います。素早く寝転がり、手で目と鼻、口を覆い、燃えている箇所を床に押し付けて火を消しましょう。 眠りで視界不良となり、さらに壁などの手がかりが全くなく、自分の位置を見失った場合は、うつ伏せの状態のまま、片手で口を塞ぎ、もう片方の手を伸ばし、手探りを行います。手がかりがなかったら、片足のつま先を中心に、コンパスのように90度回転し、移動します。そこでまた手探りを行い、 壁や家具などの手がかりを見つけたらそれが普段使用している建物のどの位置にある壁や家具なのかを考え自分の位置を把握し冷静に避難行動を行います90度回転しても手がかりがない場合はさらに90度回転移動この動作を繰り返して自分の周囲360度の状況を探り 現在位置を把握します。一周して何の手がかりもなかったら1メートル移動してもう一度サークルサーチ2回目を実施し壁や家具などの手がかりを見つけます、うん、煙による視界不良で自分の居場所がわからなくなった時は慌てずにまず立ち止まり 自分の来たルートを落ち着いて冷静に考え周りをよく観察し窓の光などを見つけ避難ルートを決め避難行動を開始します。